この動画ではコインペイユーの出金方法を解説します。ご視聴いただきありがとうございます。八野でございます。今回は25種類くらいのコインからね、お好きなコイン4つフォーセットできるというコインペイユーというサイトの出金方法を解説していきます。コインペイユーについてはね、こちらのサムネイルの動画で詳しく解説していますので、ぜひねこの画面 QR コード読んでいただいて動画を見て登録していただければと思います。はい。でですね、今暗号通貨がね下がっているので、この下がっている時にたくさんフォーセットをやってた方がいいですよというのと、あとはこの下がってるタイミングでね出金するとたくさん暗号通貨もらえますよということで、今ね出金動画私の方でたくさんアップしてますので、参考にしながらね出金していただければと思います。はい。でこちらがねビットコインのチャート、ここ1ヶ月くらいのチャートなんですけれども、結構ねSEC ショックでゴンゴンゴンと下げてきたんですけども、ちょっとだんだん回復しつつありますね。まだね下げる前よりは低いですけども、もうすぐね追いつき追い越せなってくるんで、今のうちね安いうちに、はい、フォーセットガンガン回して出金申請しておきたいですね。はい。でこちらがですね、その SEC ショックでね1週間前から下がったコインですね。で結構この辺ね狙い目ですよと思って私は狙ってますとね、ダッシュとかポリゴンとかあとライトコインとかですね。はい。でライトコインはね半減期が近いので回復する可能性あるんですけれども、まあ、ポリゴンとかダッシュとかねこのまま回復しないっていう風に考えてる人もいるようなので、まあその辺はね皆さんの判断にお任せします。私はねポリゴンとかもねかなり使われているので、もうこれはね、まあ、一時的にガーンって落ちてもまたこれから復活すると思ってるので、結構ねポリゴンと、あとここに出てないですけどソラナとかもね今ガンガン出金しています。はい。じゃあね早速なんですけども、コインペイユーね2種類の出金方法ありますのでね、それぞれ解説していきます。まずねダッシュボードのとこからここにメインバランスってあるんですけれども、こちらね、出金するやり方ですね。これがまあ独自ポイントみたいな感じなんですかね、サトシって書いてありますけど、はい、これを出金するのに、まあ、ビットコインでもいいですし他の暗号通貨でも出金することができますと、はい、いうのと、もう一つがここにフォーセットとありまして、でここにね今25種類くらいの暗号通貨だーって載ってるんですけれども、基本的にはこの中からお好きな4つですね、1日につき 4種類の暗号通貨を、まあ、お好きなやつ選んでクレーム1時間ごとに請求することができます。で24時間経ったらまた違う4種類を請求できますということで、ね、こちらはだから選んで、フォーセットを請求するやつと、あと、ね、このダッシュボードのここに溜まってる数字は、このビューアズとか、ね、あとオファーズとかこの辺ですね、オファーウォールとか、広告を見ることでどん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 溜まっていくポイントですね。はい。の2種類があるので、それぞれね2種類の出金方法を解説していきたいと思います。はい。で注意していただきたいのがね、最低出金金額がね決められていますのというのと、あと手数料かかるやつあるので、私はねこの辺の手数料ゼロのやつでね出金したいと思います。やっぱりね手数料結構バカにならないので、せっかくねフォーセットで貯めてもね、そのフォーセットで貯めた以上の手数料を取られることがありますので、なるべくゼロのやつを選んだ方がいいのかなと。で私の場合だと大体ライトコインとかダッシュとかソラナポリゴンとかはゼロなので、この辺で大体出金していきたいと思います。はい。じゃあですね、まずはメインバランスの方にある、ね、残高から出金していきたいと思います。はい。じゃあですね、ダッシュボードのところ、ここですね、メインバランス、今27万あるので、かなりね、引き出せると思います。はい。ウィズドローというところを押していただいて、はい。で、その前にですね、ごめんなさい。まずですね、出金のアドレスを登録しないと、いけないので、ね、まずはプロフィールからです。ごめんなさいね。プロフィールの方を選んでいただいて、そうすると、ここにウォレットってありますので、はい。このウォレットのところから、ね、まずは、出金アドレス指定していきますよと。で、ビットコインとか、あとこのね、指定矢印選ぶといろんなコイン選べますので、今回私はね、ポリゴンマチックで出金したいと思いますので、ポリゴンマチック選んで、出金する先のアドレスを入力しますと。
はい、で入力しましたら NEXT と押しますと、はい、そうするとね、あの E メールコード必要になりますので、このコインペイユで登録してあるメール確認してください。ここにねメールアドレス載ってると思いますので、はい、そのメール確認してください。でメール宛にねこんな感じで、はい、ね、コードが届いてますので、このコードをコピーして、はい、ここに貼り付けてコンファームと押してください。はい、そうしましたらね、Your withdraw account has been successfully changed ということで、アカウント登録されましたので、アドレス登録されましたので、ね、出金できるということになります。はい。で、もう一回、また withdraw のところですね、ダッシュボードから withdraw のところ行きまして、はい。で、登録できるとね、こういう画面切り替わりますので、まだ三角のところから、ね、今回はポリゴンマティックを選んで、で、アマウントですね、出金する残高入力しまして、はい、でこの時はね、あの本当に SEC ショックのすぐ後だったので、ね、27万で120マティックもらえるということで、はい、コンファームと押しましたと、はい、で確認画面出ますので、ね、120マティックこのアドレス宛てに送っていいかって確認出ますので、問題なければコンファームと押してください。はい、そうしましたらね、エラーが出てしまって、ね、ウォレットアドレスを変えてから24時間待つ必要があるということで、この日はね出勤できませんでしたということで、ね、あの出勤したくてもですね、アドレスちゃんとね登録24時間前に登録してないとすぐに出勤できないので、まずはねアドレス全部ね登録してから出勤するようにするのがいいのかなと思います。私もねこれ知らなくて、ね、いざ出勤しようと思ったら、なんだ24時間待たなきゃいけないんだと思って、はい、で24時間経ったので、またね、はい、出勤しようということで、はい、今度はね27万ね2マティック下がってしまいましたね。やっぱりこの24時間の間にマティック復活ね価格がちょっと戻ってしまったので、はい、2マティック損しちゃったということで、はい、しょうがないので、はい、コンファームと押しますと。で確認画面出てきまして、はい、で今度はね問題なく出金申請できました。ただしですね、ここにね、なんか出てますと、はい、ね、Your withdrawal will be processed in 3 business days ということで、出金申請してから着金するまでね、最大3営業日かかりますよということなので、ね、出金申請してもすぐに着金しないというところはね、あらかじめご理解くださいと。はい。それではですね、今度はフォーセットのバランスの出金方法を解説していきます。はい。このフォーセットのところを選んでいただいて、はい、そうするとね、いろんな暗号通貨1時間に1回4種類の、ね、暗号通貨フォーセットできるんですけれども、ここにですね、バランスと書いてありますね。これがその各フォーセットで請求した残高が書いてありますと。はいね、でこれを、まあ、出金、最低出金金額以上になっていれば出金できますので、今回はねポリゴンマティック出金していきますということで、ポリゴンのこのウィズドローというところですね、こちらをタップしてください。はい、そうしましたね、こんな画面になりますので、まだねポリゴンアドレスは登録済みのやつ出てますので、はい、今回は 1.89 マティックですね。はい、で手数料ゼロですよというところでウィズドローと押しますと。はい、はい、そうしましたらね、確認画面ですね、 1.89 マティックをこのアドレスに送金するゲートいいですかと出てますので、コンファームと押してください。はい、そうしましたらね、こんな感じで、はい、出金履歴の画面になって、あなたの手続きはね3営業日以内に処理されますよと出ますと。で今回はね、あの申請したてなのでウェイティングって出てますけども、3日前に出金申請したやつはちゃんとねペイドということで着金していましたので、はい、ね、3日かかりますけどね、3日後までにはちゃんと着金するということが確認できましたので、はい、こんな感じでね出金やっていただけたらと思います。はい、で出金の注意点ですね、コインペイユまとめてみました。まずですね、アドレス登録変更後24時間出金できないのでね、あらかじめね24時間前に登録しておいてくださいと。はい、で出金申請した後ね、着金までね処理に3営業日かかるということなので、これもねあのすぐに着金しないけど、まあ焦らず3日間お待ちくださいと。はい、で一つね出金申請すると、別の出金しようとした時にまたね3日待たなきゃいけないのでね、はい、一度に
一度出勤すると、まあ、3日待たなきゃいけないというところをね、ちょっと不便ですけどもね、覚えておいてください。はい。で、あとね、手数料とか最低出勤額ね、それぞれ違いますので、ちゃんとね、確認していただければと思います。あとですね、結構、コインペイユーね、やってたんだけど、ね、しばらくログインしてませんでしたと。で、久しぶりにログインしようと思ったら、ログインできないという方が結構いらっしゃいますので、ね、長期間ログインしてないと、勝手にね、赤バンされちゃうので、残高は残っているまま、ね、長期間放置してると、もうそれ捨てることになりますということなので、これね、本当に注意してください。はい。ね、まあ、私はだいたい1日に1回以上はログインして、ね、フォーセットを請求したり、あとは結構広告とか見てね、ポイントを貯めてるので、ね、今回も27万ポイント全部引き出しましたけれども、はい、そんな感じでね、こまめにログインっていうのは忘れずにやっていただければと思います。はい、じゃあね、最後にもう一回最低出勤額と手数料ですね、はい、こちら表示しておきますので、ぜひね、スクリーンショットを撮っていただいて参考にしていただければと思います。はい、で、コインペイね、まだやってないという方はぜひですね、はい、今20種類って書いてありますけど、本日時点だと25種類以上ですね。25種類の中からお好きなコイン4つを無料でもらえますし、あと広告とかを見たりして、ポイント、独自ポイントを貯めて、その独自ポイントをお好きな暗号通貨で出金できますので、はい、結構ね、稼げると思います。はい。で、詳しいやり方についてはこちらの動画で解説してますので、動画見ながらね、登録していただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。